しまうので注意しましょう。2の3、4、5、6を選んでる時じゃないとこの土管に入った時にごめんは現れませんよと。そこだけは注意していきましょう。というわけで5の2のスターザ・ギガンティック・アイ、びっくりした、今なんて読めばいいんだってちょっと一瞬思ってしまったね。ギガンティックってなかなか使えませんからね。というわけでまずここにでっかい目玉がありますのでこの目玉を回していきましょう。終わりました。はい、あとはスターが出てくるのを待ってスターを取って終わりと。まああれですね、時間かけるとこのビリキューさんがたくさんいて目回すのが大変だよっていう、そういう感じのスターでしたねと。結構今回は順調に落ち着いて喋れているのではないかなと思っています。ここのスター選択だけは絶対間違ってはいけません。コース5のザ・ギガンティック・アイクリアいたしました。こんな感じで残り4枚ですかね。今のところもうすでに3枚取っているので